せい。トップカブーボーで始まるんだね、やっぱり。うん、いやーもう悩んでたからね、うん、相当。兆候もいいところだったよ、うん、今度でもとんがり帽子で。まだ悩むかあそこまで。だからあれじゃない、悩んでんじゃなくて、あそうか、パソコンのそのパニックに対して、うん、どうもこうのであって特に悩ん、まだ悩んでない、うん、いやもうとにかく買わないよ、買わないよ、防具は買わないで後回しね、うん、早くこの店出ねえかな。シリル、リシス、リシル、やっと、うん、これでじゃあ念願のあれ買うのかな、武器をな。でこれも、うん、始めて5分ぐらい経った知らない間にパソコンが壊れてて、うん、音声データがなかったんですよ。あー、だこれもアフレコになってます。あ今回もあ、言ってなかったか、言ってなかったです、うん、当然のようにアフレコしちゃって。これ売って、で今持ってるやつを売って装備してると、あ、そうか、装備してると売れないんだよね、うん、素手とんがり帽子とか、あ、軽装備なんだね、魔法使いだから。そうなんだ、魔法装備になってる、うん、ちゃんと魔力が、これでギリギリ足りる。ああ、で16上がんじゃんって言ったけど、うん、いやこれ相当すショート棒外したからだっていうね。素手からだから16上がってるっていう、うん、でも弓矢とか鉄砲の弾は売ってなかったんだよね。ああそうだね、うん、お前すぐ弾欲しがるもんね。そう、弾、いい弾ないかなと思って。ああ、これさ、あれあんの、ん、毒の矢とか麻痺の矢とか、あそういうのはないの。思い出せないな。なんかちょっと攻撃力落ちるけど、うん、そういうバフがついてる方が多分使い勝手いいよね。うん、どうせそんな強いあれじゃないんだから。そうそう、銃の弾はもうなんか属性付きだったような気がする。あ、最初から？うん、それだとねちょっと楽しいけどね。ね、俺でもあれが出たらちょっと一回使わせてほしいですよ。何？なんか爆弾みたいなのあったじゃないですか。ああ、そうだね、うん、せっかくだから楽しもうよ爆弾をね。これさ、お前アーシェ聖戦士かなんだっけ、新刊戦士、新刊戦士僧侶、僧侶みたいな。新刊は僧侶かな。アーシェ軽装備にすんの。アーシェはもう完全に軽装備です、魔力を重視。そしたら前衛に出たらさ、前衛に出さない。でもメイス持ったら全員出てっちゃうよこのゲーム。大丈夫だろ、あんまり出るな。あれにしてくださいよ、だから、うん、あのアーシェを使ってください、アーシェをリーダーにしてください。うん、そうすればそのあんまその、うん、ずっと前にいるとか、うん、なんない、うん、から大丈夫だと思う。でもメイスって殴んないのもったいない。このたまったらちょっと前に出るみたいな、うん、でたまるまでちょっと後ろ下がって、うん、パンネロとバルフレアにやってもらうっていう戦術ですよ。
構忙しいことやらせてね。忙しいです。ピエトロさんがあの切れるパターンです。あのちょっと今話しかけんなみたいな。そのパターンになるかもしれないです。これ最初から長距離武器にしとけばさ楽だよね、うん、でもほらパンあのバルフレアがもう鉄砲で、ね、うん、フランが弓使っちゃってるからさ、うん、そうかぶせんのどうかなと思うんだよね。ああそうか、うん、なんじゃあ俺フランの弓がなかったらお前弓いっちゃう？弓いっちゃうね。フランってなんかその見た目からして槍使えそうじゃない？ああ竜騎士っぽいことできそうじゃん見た目がね。このだでもそのことと次第によってはだからなんか棒使ってみたり、うん、あ定規、お定規あったよね確か。定規あれさ遠距離なのかさ。いや多分近距離でしょ。定規の角で殴るっていう硬い。そうなの。硬い定規の角で演算なんとか、ね、演算で。あれお金ないのにガンビット屋寄ったね一応。あれでも結構持ってんだよね多分ね。ね。MP 20% の味方であれやる？チャージ。チャージ。うん。俺フランが持っててもいいような気がするんですよ。いや俺のチームに。あでもさあのさなんかさそういうなんていうの負のあれがなくてさチャージなんとかみたいなのあったじゃん、うん、あれでいいのかな。あれって多分あれでしょ、うん、敵を倒したら勝手に倒って、うん、あ敵を倒したらか。そうだね。だからちょっとは効率的には怪しい、うん、あった方がいいと思うけどね。したら俺フラン中装備にしてもいいような気がしてきたんだよね。あ中装備にして、まあ、半端魔法使いになるけど大丈夫なんですかそれ。あとであのアーシェとファイヤーの威力比べたらああアーシェが1000与えるのにああフラン500とかなんないそれ、ね、だけど攻撃力もあの中衛のバンと比べて低いとかああなるね。なっちゃいそうじゃん。ただ杖使いもさこのゲームさ前衛に出ていくっていうさ最低のそうなっちゃうよね。でもそうすると、うん、殴りに行くからね杖で、うん、だからやっぱり主人公使うやつを魔法使いにして敵から遠ざけていくのが一番いいのかもね。ルース・マサキコーだ。イバリース有数の鉱脈さ。ここの警備は帝国軍。いえ、ユエルバ政府は特例を除いて帝国軍の立ち入りを認めていません。では行きましょうか。賢いキッズが。ああ、俺がこの年の時だったらな。万引き三昧ですね。窃盗団。ああ、ピエトロ窃盗団の統領としてね、活躍してる頃ですね。あれじゃない？なんだっけ？パン泥棒。パン泥棒ってなんすか？あのさ、はい、早朝にさ、はい、あの
ファーストキッチンとかさ、あの、はい、マクドナルドとかさ、ああいうなファーストフードの、ファーストフードのさパンがさ、はい、早朝なんつうの配達でさ本当に店の前に置いてあったりするパンをさ、はい、盗むパン泥棒っていうのがあったんだよ。知らないよ。本当にシエトル窃盗団があったのかのような殺言は控えてください。秘密裏にベイン様のもとへ。貴殿とは馬が合うようですが。これオンドール公が手綱をつけられるつもりはございませんな。ならば無知をお望みか。つまらぬ意地は貴殿のみならず、見えばをも滅ぼすことになる。このやり取りね。オンドール公はだからその、うん、帝国にただ盲目的に追従しているわけではないよっていうことなんでしょう。ダルマスカが降伏したとき、中立の立場から戦後の朝廷をまとめた方です。帝国寄りって見られてますね。反乱軍に協力してるって噂もあるがな。あくまで噂です。よく勉強してらっしゃる。どこのお坊ちゃんかな。どうだっていいだろ、パンネロが待ってるんだ。パンネロさんって。友達、さらわれてここに捕まってる。そうだな、あの、その政治的なことはそっちでやっとけよ。こっちはパンネロで忙しいんだよ、うん、友達がな。お前がさらわれたなら俺が助けると思う。助けるだろ、別に四十肩だよ。痛みあり。痛みはあるけど、うん、四十肩を引きずってね。助けるの。助けるでしょ。出しょうって言って信じてないよ。バレてしまった。このまあなって言うんじゃないですか。まあな、まあな。そういうことはあるわな。これ盗みをやってる分弱いよな、うちのパーティー。そうなんだよね、1ターン目でやっぱ1ターン目で攻撃力がね、1本減ってるってことだもんね。ああ。やっぱ早い段階で俺密漁をね取るっていう、この英断を下してほしいんですよ、ケイトロさんには。それを英断って呼んだだけであって、本当の英断かどうかっていうのは神のみぞ知りますよ。これだからあの知ってる人がね、うん、アホが密漁取っちゃったよみたいなことになるかもしれないですけど。その拾えるものが増えるだけで結構いいでしょって。ああそうだね、うん。こんな奥まで行くのみたいな。そういう話してんの。これどうせまっすぐ行けないんだろうみたいな話してたね。ああ、そういうの。ここどうせここ石とかで行き止まりになってるから遠回りさせられるっていう。ああ、そしてここで、あの、ラモン君がすごい攻撃力も高くて、うん、ポーションを使ってくれて、いいやつ、最高だって。ものすごくいいやつ。こういう時こそだから、うん、あれを見た方がいい。溜まるのが早いとか。ああそうだね。操作してない、うん、今こそね。この音楽考えたの俺だよ。え、なんでそんな嘘つくんすか。時間があったから。隙間があると嘘をつく。嘘をつく。息をするように嘘をつく。全然見れない、忙しくて。
盗むがたまるスピードはバルフレアとバッシュって違うんじゃない、ほらだいぶバッシュの方が速いよ、バルフレアと。バッシュの方が速い、バッシュの方が速い、うん、やっぱ銃は遅いんだ。銃遅いっぽいよ。バッシュめっちゃ速い。バルフレア遅いよね。うん。弾込めんのに時間かかってるね。あ、下げたぞ。レベル9だから。あ、そうか、今のうちに7のやつは上げようっていう。これバッシュが、あ、バンが前衛に。お前のせいで、二人長距離武器なってんだこれ。でバンが前で狙われて、あの盗むばっかりやる。重装備にした方がよくねっていう議論がまた持ち上がってくる。でももうここの洞窟さえクリアすれば、ああパンネロさんが入るんで。そうだね。そんなバン一人で重装備する必要はない。もうこの辺で多分ね気づいたんで、あの音声が取れてないことに。ああそうか。でどうするかっていう相談してね、うん、一周して帰るんだよ。だから今回はここまでなんだよ。で次は、次の動画は一周して帰って始まる。なるほど。あ、そうか、どっちにしろ、うん、あれなんだよね、金がないし。そう、あれだからちょっと一回軽めに経験値を積んで行きましょうみたいなことだった。うん、だから今回ここでいいんじゃない？ここまでとしときますか。うん。俺たちの生い立ちも含め。みんなにね、知ってもらった。みんなにっていうか、マジで。これピエトロさんと俺しか見てないのよ。恐ろしいことに。ほら、いつかさ、あ、まあそうね、有名になった時さ。そうね、見てもらえますか。ああ、へえって。ピエトロさんってあのファーストフードのパン盗んでたんだみたいな。だから俺が盗んだんじゃなくて、なんつうの、そういうパン泥棒みたいな話があったの。ムーブメントがあったんで、エアマックス狩りと同じような、そういうムーブメントがその当時あった時。そんなパンだけ食べれないでしょ。普通ハサジャムぐらい、ジャムぐらいハサじゃあ、あ、じゃあ、うん、ここまでとして、はい、多分あの次はあそこから、うん、クリスタルに、ここ一周回ってクリスタルのとこから、うん、始めましょう。はい、ではすいませんでした。あれさ、はい、毎回さ、必ずチャンネル登録お願いしますって言うってさ、はい、よくあの YouTuber に言われない？言われる。でもさ、それは正しいの？あのね、やっぱみんな言ってる。俺この前その夜中に、うん、ポンキってやってたのよ。ああ夜中の2時間、うん、そんぐらいに、うん、そしたらガチャピンがさ、うん、チャンネル登録をお願いしますってガチャピンが言うぐらいだから、ああ俺たちが言わないで。ああそうだな、どうすんだと。じゃあここはもうプライドを捨ててな。そうですよ、ガチャピン先輩が言ってるんですかね、うん、チャンネル登録お願いします。なんかプライドが見え隠れ。ああそうだな、情けないな。情けない、捨てるときは捨てないとな。ガチャピンは張り切ってチャンネル登録お願いしますって。あの夜中のポンキッキ誰が見てるのかわかんないですけど、うん、つうかそれ本当にポンキッキ、ポンキッキを名乗っただけじゃん。いやもう完全にガチャピンで出たと思う。俺の名前ポンキッキにしたら、
誰か間違えて見てくんねえかな。いやそれ多分ね、何らか の, あの訴えとかが起こると思う。これポンキッキーとか、ポンキッキー公式とか俺出た。いや俺名前だし、ポンキッキー公式が俺の名前だし言い張れば商標登録はされてんじゃないの。まあじゃあとりあえず今日はここまでで。そうですね、チャンネル登録をお願いします。お願いします。なんだこれ。